ただし丸古墳群定丸古墳群の一定丸古墳群は広島県三原市本郷町南方にある古墳群。2期が広島県指定史跡に指定されている。広島県東部沼田川支流の小原川の左岸丘陵斜面に映像された古墳群である。古墳2期から構成される。古くは田村の国軍市課長所で町に油塚として記載が見える。2基は 約20メートル離れて所在し、いずれも主体部の埋葬施設を横穴式石室とする。石室はいずれも南方に開港し、石室構造、規模や内部に家型石棺を据えるなど多くの類似点が認められる。1号分、2号分の古墳域は1949.1950年に広島県指定史跡に指定されている。 ただし丸1号墳は、三原市本郷町南方の大日道の西側にある、古墳。主体部の埋葬施設は、横穴式石室で、南方に開口する。原室、沿道からなるが沿道部は破壊され、失われており、原室部のみ残る。原室は原存で、長さ4.37から4.97メートル、幅2.09メートル、高さ2.15メートルを測り、 開口部には、遺体誌の縦石による、中上間仕切りを備える。そのため、原室前を沿道でなく、全室とした、複室構造と見る説もある。原室内部には、兵庫県加古川流域産の清掃、ハイアロクラスタイト製のくり抜き式型石管の身部が、据えられている。外石の所在は明らかでない。また、副装品もつまびらかではない。築造時期は、 古墳時代終末期の7世紀前半頃と推定される。ただし丸る2号墳は1号墳の北約20メートルにある古墳。主体部の埋葬施設は横穴式石室で南方に開口する。原室、沿道からなるが沿道部は破壊され失われており原室部のみ残る。原室は原村で長さ5.1メートル。 幅2.12メートル、高さ1.97メートルを測る。原室内部には組合式系型石棺があったと伝わり、現在その所在は明らかでないが、一説には、大日道境内の石碑大石として使用されている、縄掛け特起を伏す、業界岩性家型石棺外石が使用感として推測される。また同石のそばには、小口石と推定される石片があり、 その他にも方神社境内で、組合式系型石棺の破片が依存する。築造時期は古墳時代終末期の7世紀前半頃と推定される。ありがとうございます。